前回のマインクラフトは初めてのエンチャントに挑戦。エンチャントテーブルを作って始めようとしたらレベルが足りない。なんとかレベルを上げて少しエンチャントができたよ。自動レベルアップ装置が欲しい。今度作ろう。登録。はい、それでは今日もやっていきましょう、マインクラフト。今日は海底神殿を探そうと思ったんだけども、ちょっとね、心が折れた。30分ぐらい海をうろうろして全然ないのよ。何にもない。なので、今日はネザーに行きます。ネザー初めて行くね。まあネザーゲートが作れるんで一回作ってみるね。どんな感じになるんだろう。あれだよね、黒曜石でこれでいいでしょ。黒曜石で囲えばいいんだよね。で火をつけると、あれ何にもならない。ちょっと違う、やり方が違う。あ、なるほどね、大きさが足らなかったのか。これでいけるかい。あ、いけた。ネザーゲートがついに完成しました。行こう。あ、なんかね、ピグリンの対策のために金装備を持っていったらいいよってことで、金装備も一応持ってます。ピグリンがなんか金持ってると攻撃してこないんでしょ。あー、着いた。え、ちょっと待って、ダメだ。ちょ、待て。ピグリンがめっちゃ来てる。やっぱりだ。装備を金装備しとかないと。あ、ダメ。一回切らしたらこいつらダメだ。一回ちょっと離れよう。めちゃくちゃ速いじゃん、足、こいつら。足むちゃくちゃ速いやん。ちょっと待って。すっげえ追いかけられてる。ちょっとひどい目にあったわ。金装備、もうすでにしとったがいいのね。オッケー。これで、行ってみましょうか。いや、ダメだ。こいつら来る。こいつらめちゃくちゃ来るじゃん。もう最初から装備しとかなきゃいけなかったんだ。うわ、ガストがいる。おー、ようやく落ち着いた。え、なんだあの、ネザーって。あれか。珍しい鉱石を取ってこいってやつか。こういうやつだよね、多分。こういうのが珍しいやつじゃないの？これでちょっと掘ってみましょう。あ、掘れないのか。掘れる。こういうのを持ち帰ってなんか作ればいいんだな。なるほど。ブレイズを倒せって書いてあるな。ブレイズロッドが必要になるんで、ブレイズをちょっと探そうか。いる？ブレイズ。あれ？これ建物か。なんか周りと違う色のやつがある。これレンガかなんかじゃないの？あ、あれほら、ネザーレンガのブロック上になんかあんのかな。ちょっと上に登ってみようか。なんかあるぞ。おっと、これは、え、あれじゃない、ネザー要塞じゃないだよね、多分。これ要塞でしょう。え、敵もいるよな。おおおお、びっくりした。ちょっとピグリンとはね、もう敵対しちゃったんだけど、他のやつは大丈夫だから。うわ、なんか来てる。え、お前か。え、まあとりあえず戦っていきましょう。なんだ。うわ、スライムみたいな感じだ。あ、ブレイズいた。いた。ブレイズいた。特攻。行って。ちょっと待って。よし。倒した。一匹倒した。うわ、ちょっと待って。めちゃめちゃいる。うわ、ちょっと待って。なんだ。あ、そうか。なんか呪いみたいなのを受けるんだよな。やべ。HP が回復しない。これ、え、牛乳かなんかいる？あ、大丈夫ね。ブレイズロッドは、取ってないな。あ、これ？あ、違う。オッケー。いけるぞ。周りに敵が多すぎる。あ、矢でやればいい？もしや。これでいける？あー、なんか。うわ、後ろから来やがった。こいつ。この野郎。よし。あ、なんかあの、対価の、
エンチャント入れとってよかった。この体勢ないとこれ無理でしょ。うわ来た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 。なあお前ちょいちょいちょい。うわやばい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 、なんか全然 HP がやばくなってきそうな気がするぞ俺。あブレイズロッドゲットしてるゲットしてる。オッケー。ちょっと待って、なんかスポナーあるんじゃないこの辺ない。おお。ちょっと待って、やばい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 、よし、ちょっと待って、逃げろ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 、無理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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと逃げよう逃げよう逃げよう、ちょっと一回逃げる、あぶねえ。でもね、ブレイズロッドを10個ゲットした、10個、その他にも、マグマクリームっていうのもあるし、ガストの涙もある、もういいんじゃない？ここちょっと、危険だわ、どうしよう。ちょっと、まあ、もうちょっと進むか。なんか骸骨の頭を3つゲットするとウィザー召喚とかなんかあったよね。ちょっと頑張ってゲットしてみよう。要塞ってなんかあるの？別に何も今のところ見つけてないんだけどな。なんかあるの？あっち行ってみるか。いや別になんか目ぼしいもの何にもないんだよね。やべえな、あの上めちゃくちゃ敵いるな。一応ちょっとなんかやってみようか。おお来た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 、めっちゃ来た来た、全部倒す。よし、オッケー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 。うわちょっとちょっとお前たちがうっといやつがおるな、うっといのがおるな。よっしゃ、危ね、落ちそうだった。え、で上はもういなくなったかな。まだいるんじゃん、まだいるじゃん。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。でも別に何にもない。え、なんじゃこりゃ。ダメだ、もうダメもうダメです、頭が吹っ飛んじゃった。で防具ももうだいぶね耐久値が少なくなってきたし、ちょっと一回帰ります。うん、ちょっと帰ろう、難しい。これでいいよね。 OK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 、 ギリギリだった。もう黒曜石が戻ります。よっしゃー戻ってきた。頭がなくなったのがショックだな、頭なくなったのショックで。ブレイズパウダーっていうのが作れるようになったんだな。ほう。で、あ、発火剤っていうのになるのか。へえ。まあまあ何使うかは知んないけども、まあ一応取っときましょう。はい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 。あ、そんぐらいか。使えるアイテムって。まあいいや。このブレイズロッドがあれば、なんかが作れるようになるんだよね。まあそれでいいとしましょう。でウィザースケルトンの頭、これで召喚できるみたいなんで、ちょっと次胴体部分を集めて召喚してみたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。